あ、宮田さん。ムッタからのビデオメールだ、ヒビト。これは見ておいた方がいい。月に立つ前に。あ？お。あ、かわいい。うほう。調子はどうかね、ヒビト君。何？すこぶる会長？へ、そう言うと思ってたぜ。さぞ宇宙を満喫してることだろうな。顔出さねえんならビデオの意味ねえだろ。日本人初の月面到達者となる重要な役どころだが、そこんとこお前は大してプレッシャーにも感じていないだろう。だが東さんより先に降りていいんだろうかというプレッシャーはあるかもしれん。そこで朗報で、ああこらアポこら、もうじっとしとけ。そこで朗報です。俺が東さんの奥さんから聞いた話によると、東さんは日々との第一歩をとても楽しみにしてて、日々とこそ日本の第一歩にふさわしい男かもしれないとつぶやいていたそうだ。そういうわけだが日々と、あくまでかもしれないだからな。図に乗るなよ。いやちょこらアボ近い、うわ近い。